こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は群馬一家三人丸害事件について紹介していくぜ。これは1998年に当時二十歳だった A さんのストーカーである小暮博士が A さんの養親、祖母を丸害した事件。2024年時点でもまだ犯人が見つかっていない未解決事件なんだ。事件から26年経ってもまだ解決していないの？ああ、犯人とされる小暮博士の行方どころか、逃走車両も見つかってない状態だ。まるで車ごと忽然と消えてしまった感じね。どうしてこんな事件が起きてしまったの？じゃあ今回は、群馬一家三人丸害事件と、小暮と A さんの関係について、それと消えた小暮の行方についても深く掘り下げていくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から話していくぜ。1998年1月14日、当時48歳の夫婦と、その母親85歳が自宅で命を奪われた。この事件の犯人とされる小暮博士は、夫婦の娘の A さんにずっと好意を寄せていて、事件の前からストーカー行為を繰り返していたんだ。そうなのね。事件当日は A さんの母親の誕生日で、朝 A さんと両親はそれぞれ仕事に向かった。小暮は夜7時頃、A さんの自宅に侵入すると、家にいた祖母の首を絞めて命を奪った後、帰ってきた母親、父親も包丁で襲って相次いで命を奪ったんだ。ひどいわ、その頃 A さんは？ A さんはまだ勤務中で、自宅に帰ってきたのは夜の9時頃だ。母親へのプレゼントに花束を買って帰宅したが、そこにいたのは小暮だった。小暮は3人の命を奪った後、逃げもしないで2時間も滞在していたの？どうして？小暮が逃げなかったのは、A さんを待っていたからだと考えられてるぜ。噂では母親が作っておいた味噌汁を飲んでいたとも言われてる。逃げずに味噌汁飲むって、どういう精神状態なのかしら。A さんは玄関で声をかけても誰の声もしないことに違和感を感じつつも、部屋に向かうために階段を登っていった。すると突然小暮に腕をつかまれ、階段の横にある祖母の部屋に連れ込まれたんだ。怖すぎる。大声を出したら家族が気づいてくれるだろうと思い、大声を出したが反応はなかった。その頃には家族みんな小暮に命を奪われてたんだものね。そういえば、祖母の部屋には丸太はなかったの？祖母の遺体は階段下の押し入れに隠されていて、両親も浴槽に隠されていたんだ。だからその時点で3人の命が奪われていたことに A さんは気づいてなかったんだぜ。そうなのね。祖母の部屋に A さんを連れ込んだ小暮は、黙ってたら何もしない、と言いつつも、A さんに馬乗りになって、好きなのにどうして分かってくれないんだ、と首を絞めてきた。まずいと思った A さんは小暮の手を噛んで拘束から逃れた後、身の危険を感じつつも小暮を落ち着かせようと小暮の話を聞くことにしたんだ。逆上させないようにあえて冷静に対応したのね。A さんから家族はどこにいるか聞かれた小暮は、家族は薬で眠らせてある、と答えた。そうして話を聞いているうちに小暮は落ち着いてきて、A さんが帰宅してから2時間後、逃げるなら山に逃げるか都会に逃げるかどっちに逃げるか？と A さんに聞いた後、突然車で逃げ去ったんだ。とりあえず A さんが無事で本当に良かったわ。A さんは小暮が逃げた後、家族を探すために今に入ろうとするが、今のドアは細工がされていたのか開けられなかった。でも今の入り口に血痕があるのを発見して、110番通報をしたんだ。通報後はパトカーのサイレンを聞きつけた近所の人も大勢集まってきたという。一人でずっと警察の到着を待っていた間も怖かったでしょうね。そうだな。そして事情聴取のためにパトカーに乗り込もうとという時、結婚して家を出ていた A さんの兄が駆けつけて、あとは任せろ、もう大丈夫だから、と A さんに声をかけてくれたんだ。A さんは兄の言葉に安心して、そのままパトカーに乗って警察に向かったらしい。結局 A さんは家族の命が奪われていたことに気づかないまま警察に行ったのね。ああ、A さんが家族3人が亡くなったことを知ったのは、警察での事情聴取の時だ。目の前の警察官のメモに3人が亡くなった、という内容の言葉が書かれていたんだ。警察に来てから状況を知ったのね。ああ、A さんが連れて行かれた後、お兄さんと警察が自宅に入って発見したらしい。そっか、でもいくら小暮が A さんが好きだったからって、後をつけて自宅を特定したり無言電話をかけまくったり、ちょっと異常なくらいの行動よね。当時はストーカーという言葉もまだない時代だったけど、この事件をきっかけにストーカーという言葉が普及したと言われてるぜ。ストーカーの先駆け的存在ってわけね。小暮は今までどんな人生を歩んできたのかしら。じゃあ次は小暮の生い立ちについて話していくぜ。小暮博士は1969年7月31日に群馬県で生まれた。両親や兄弟などの情報は出ていないことから詳細は不明だけど、ごく一般的な家庭だったと言われている。子供の頃はどんな性格だったの？内気でおとなしい性格で、
周囲とコミュニケーションを取ることが苦手だったこともあり、友達も少なかったらしい。そしてその頃から爪を噛んだり、手の匂いを嗅ぐ癖があったと言われている。爪を噛む癖って子供がしているイメージがあるけど、確かに爪を噛む癖は本来子供に多くて、精神的に寂しい時や甘えたい時によく見られるらしい。成長するにつれてなくなることが多いんだけど、小暮は大人になってもこの癖が治ってなかった。そっか。精神的に大人になりきれていない部分もあったのかもしれないわね。そうだな。工業高校を卒業してからは運送会社のドライバーとして働いていた。社会人になってからも周囲と馴染めないのは変わらなくて、後輩の面倒なども一切見ないタイプだったが、勤務態度は優秀で会社からは評価されていたらしい。会社の人の話によると凶悪な事件を起こすようには見えなかったと言っていた。そうなのね。A さんとはどこで出会ったの？じゃあ次は小暮と A さんの出会いについて話していくぜ。小暮博士と A さんが出会ったのは事件の2年前の1996年2月頃だ。A さんは1995年に高校卒業した後、ドラッグストアに勤務していて、美人で明るい性格ということもあり人気者だった。小暮はそこのドラッグストアに週2回荷物を配送していたドライバーだったんだ。仕事上で関わりがあったのね。荷物の納品で顔を合わすようになって、次第と顔見知りになっていった。A さんの話によると小暮の印象は無表情で、喜怒哀楽のわからない人だったらしい。そんなある日、A さんが職場の人に誘われ、ボーリング場に行った時に小暮が現れたんだ。誰かの人に誘われてきたのかしら？いや、その時は偶然だと言って現れたと言われてるぜ。偶然？怪しいわね。その時の小暮はいつもの無口な様子ではなく、A さんに積極的に話しかけてきた。また、A さんが小暮に車の運転が趣味だと話した時に、自分も車が好きだから今度ドライブに行こう、と誘われたらしい。プライベートだと随分積極的なのね。そうだな。それからしばらくして小暮はシルビアを買うんだ。シルビアって確かスポーツカータイプのかっこいい車よね。 A さんの気を引くためにシルビアを買ったの？小暮はシルビアを買う前は普通の乗用車に乗っていたらしいから、そうだと言われてるぜ。 A さんのために車まで、すごいわね。小暮はシルビアを買った後も、それをネタに A さんをしつこく食事やドライブに誘っていたが、 A さんはタイプじゃなかったこともあり断り続けた。しかし諦めるどころか頻繁に来るようになり、じゃあいつならいいの？この日は？この日は？としつこく誘ってきたんだ。うわぁ、その気がないってわからないのかしら。そのうち小暮は帰宅する A さんの後をつけて自宅を特定すると、自宅の住所から電話番号を割り出して自宅に電話をかけてくるようになった。後をつけて住所と電話番号を特定？怖すぎる。ストーカー法で規制されるレベルよね。今だったらな。でも当時はまだストーカー規制法は制定されてなく、法律で罰することはできなかった。小暮は電話でなんて言ってたの？電話では、俺だけどわかる？いつが暇？遊びに行こう、などと誘ってきたらしい。A さんは小暮が仕事先の人間ということもあって、はっきりと断ることができなかったらしい。今後の付き合いも考えて、気まずくなったら困るって考えたのね。そうだな。そして何度も誘われて根負けした A さんは、ついに小暮と二人で会うことを約束してしまうんだ。そうなの？ああ。一回限りだったけど、それでさらに勘違いしてしまった小暮は、それ以降、毎日のように A さんの家に電話するようになってしまった。一回だけで終わりにするつもりが逆効果だったのね。付き合ってもいない人から毎晩電話が来たら家族も怪しむんじゃないの？小暮は A さん以外の人が電話に出たら、何も言わずに電話を切っていたらしい。そんなことが続いたから、A さんの両親もおかしいとは思っていたらしいが、両親に心配かけたくないと、小暮からストーカー行為をされてるのは黙っていた。そうなのね。その頃 A さんは結婚を前提に交際を始めた男性がいて、両親にも紹介していた。でも小暮は交際相手の存在に気づいたのか、ストーカー行為をエスカレートさせて、自宅にまで来るようになってしまうんだ。自宅にまで来たの？ A さんは無事だったの？その時はちょうど A さんは不在で父親が対応したんだけど、高価なプレゼントを一方的に渡して帰っていったらしい。後からそれを父親から聞いた A さんは怖くなり、ついに勤務先の店長に相談することにしたんだ。何をされるかわからないものね。相談して正解だわ。A さんから相談を受けた店長は、小暮が来る日は A さんを事務所で待機させるなどして顔を合わせないようにしてくれた。きちんと対応してくれたのね。ああ。A さんに会う手段がなくなった小暮はだんだんと自宅へ電話もしなくなっていった。これでおとなしくなったのかしら。いや、仕事で会えなくなった小暮は普段着でドラッグストアに来店するようになったんだ。でも店長が小暮に A さんが怖がっている、とはっきり伝え注意してくれた。いい店長さんね。これだけはっきり言ったら A さんを諦めるでしょ。
それが小暮は反省して辞めるどころか、A さんの自宅に再び無言電話をかけ始めたんだ。またストーカー行為を。ああ。さらに事件の2週間前となる1997年の年末、ドラッグストアに止められていた A さんの車のワイパーに、今日仕事が終わったら会えない。何時でも待ってるから。と書かれた小暮からの手紙が挟まっていた。何時でも待ってるなんて怖すぎる。A さんは一度は無視しようかと思ったが、きっぱりと断ろうと思い直して、駐車場で待機していた小暮の車の元へ向かったんだ。勇気あるわね、A さん。小暮に要件は何か聞くと何でもない、と一言言われたのみだった。でも自宅に帰る途中、小暮はずっと後をつけてきてヘッドライトで合図を送ってきたという。ついてきたの？怖すぎる。次に会ったら何をされるか怖くなった A さんは、交際相手に自宅まで送って行ってもらったり、何かあった時にすぐに交際相手と連絡が取れるようにと携帯電話も購入した。それから？小暮のストーカー行為はどうなったの？この日を最後に小暮は姿を現さなくなるんだ。え？そうなの？ああ。1998年の年明けから小暮が来るはずの配送日には別の人が来るようになった。新しいドライバーによると小暮は運送会社の掲示板に辞めます、と一言だけ書き残し、突然会社を辞めてしまったらしい。突然？あれだけ A さんに執着してたのにどういう心境の変化なのかしら？ A さんはもう終わったんだ、と安心したらしい。でもこの10日後に悲惨な事件が起こることとなるんだ。やっと安心して暮らせると思ったのにどうして？小暮が捕まっていないこともあって、犯行の動機は明確にはなっていないけど、A さんと交際相手の間で結婚話が進んでいたり、A さんと会えなくなり、自分のものにならないと感じたことで、犯行に及んだのではと推測されている。確かにそれはありそうね。で、逃走した小暮はその後どこに行ったかわかってるの？じゃあ次は、消えた小暮とシルビアの行方について話していくぜ。A さんの話によると小暮博士は A さんの自宅を出て、車で茨城県水戸市方面に走っていったらしい。目撃情報とかはあったの？事件当日の1998年1月14日から15日には栃木県佐野市と茨城県水戸市で、小暮が乗っていたとされる黒のシルビアの目撃情報があった。さらに1週間後の21日の夜に群馬県太田市と埼玉県熊谷市で、車の目撃情報が寄せられている。A さんの自宅から目撃された場所までどれくらい離れているの？水戸市は車で2時間程度、他はどこも1時間程度の場所だぜ。じゃあ事件から1週間経ってもまだ近くにいたってこと？そうだな。さらに事件から3週間後の2月4日には、群馬県みどり市で車の目撃情報があったんだけど、それを最後に行方はわからなくなっている。うまいこと逃げてしまったのかしら？どうだろうな。目撃情報だけじゃなくて、小暮の金融口座の動きも全くないことと、逃走車両と見られるシルビアも見つかってないことから、自決を図った可能性も考えられた。自決？誰かにかくまわれてるって可能性もあるんじゃない？確かにな。でも小暮は昔から人との付き合いがなく友達もいない状態だったから、誰かにかくまわれてる可能性は低いと考えられてるぜ。そっか。確かにそうね。逃走するにも人だったらどこかに雲隠れすることもできるけど、車はそう簡単に隠せる大きさじゃないからな。それと小暮は事件前に周囲の人間に、警察に見つからずに丸抜く方法がある、と話していたそうなんだ。そうなの？それはどんな方法なの？それはわかっていないんだ。でも警察はそういった小暮の発言から自決している可能性を考えて、車が沈んでいないか群馬県内やその周辺の故障を約20箇所捜索したが見つからなかった。そうなんだ。そうして小暮もシルビアも消えてしまったのね。ちなみに事件後、A さんはどうなったの？ A さんは勤めていたドラッグストアを自主退職して、兄の家にお世話になったらしい。また、当時かなり話題になった事件ということで、自宅にも報道関係者が多く押しかけて、A さん自身も事件の後遺症に悩まされた。後遺症？突然事件のことを思い出してしまうフラッシュバックや過呼吸、記憶が抜け落ちるなど、PTSD の症状が出るようになってしまったんだ。小暮は事件の前だけじゃなくて、事件の後も A さんを苦しめ続けてたの。小暮が姿を消してしまって26年が経つけど、今でも行方はわかってないの？じゃあ最後に小暮の現在について話していくぜ。事件当時は顔や名前、逃走車両の車種やナンバーもわかっていたことから、小暮博士はすぐ逮捕されると考えられていた。実際に A さんは捜査員に、すぐ捕まえますよ、と言われていたらしい。でも実際は1998年2月4日の目撃情報を最後に、足取りはパッタリと途切れてしまったんだ。警察もここまで捜査が難航するのは想定外だったのね。そうだな。
その後、小暮は全国に指名手配され、情報提供が呼びかけられた結果、これまでに3000件以上の情報提供が寄せられているけど、2024年時点で小暮は見つかっていない。そんなにたくさんの情報提供があっても発見されてないのね。2024年の時点で小暮は何歳になってるの？2024年の7月で55歳になるぜ。指名手配のポスターも年齢を想定した似顔絵にはなってるけど、事件から25年以上経っているから風貌もかなり変わってると考えられてるぜ。そうよね。確か今は刑事事件の時効はないのよね。ああ、事件当時は時効がまだあったから A さんも時効廃止の活動に協力していたらしい。でも2010年の法改正で丸人事件の時効はなくなったから現在でも捜査は行われている。現在は300万円の懸賞金をかけて情報提供を呼びかけている状態だぜ。捜査はまだ続いているのね。ちなみに事件直後の目撃情報以降有力な情報は出ていないの？毎年100件以上の情報が送られてきている中で、大阪で小暮に似ている人を見たという情報が多く寄せられていたみたいだけど、それで事件が進展したという報道もないから、本人だったかどうかは分かっていない。そっか、これだけ長い間見つかってないんだから、さっきも言ったようにもしかしたらこの世にいない可能性もあるのかもしれないわね。そうだな。ちなみに A さんは2018年に小倉に対して、約1億370万円の損害賠償を求める訴えを起こして勝訴。小暮に1億2000万円の賠償金の支払い命令額だった。小暮が見つかってない状態で裁判を起こしたの？買ってもお金はもらえない状態なのにどうして？ A さんは事件を風化させないことが目的だと言っているぜ。 A さんは当時、私をつけ回してたのに、なんで周りの人が命を奪われなければならなかったのか。みんな私のせいで亡くなってしまった。丸布は私一人でよかったのではないかと罪悪感に押しつぶされる思いで生きていたらしい。辛いわね。でも友達や周りの人の支えによって生きることができて、今は小暮を何としてでも捕まえたいという思いで、2023年からインスタグラムを始めて事件の発信をしている。インスタグラムには事件の情報提供を呼びかける内容と、事件当時の状況や A さんの思いが綴られている。また YouTube 動画に本人自ら出演もして情報提供を呼びかけている。諦めずに活動を続けてるのね。小暮が捕まらないことには、A さんの中でも事件は終わらないわね。ということで今回は、群馬一家三人丸害事件と小暮博士について解説したぜ。ストーカー規制法がある今だったら、最悪な事態になるもっと前の段階で、防げた事件なんじゃないのかしらって胸が痛くなったわ。そうだな。この事件や翌年1999年に起きた桶川ストーカー事件をきっかけに、2000年にストーカー規制法が制定されたと言われてるぜ。どんな形であれ小暮が早く捕まることと、同じような事件が二度と起こらないように願うわ。そうだな。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。